東口西若松駅は福島県藍津若松市在木町一丁目にある藍津鉄道東日本旅客鉄道の駅である。藍津鉄道の藍津線と JR 東日本の只見線が乗り入れる共同使用駅で改札は両者で共用している。藍津線は起点駅であるが全列車が JR 只見線経由で藍津若松駅まで 型乗り入れの形で直通する。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の計2面3線を有する地上駅。ホーム設備は合津若松駅が管理している。島式ホームへは2階改札口から単式ホームへは西口1階の専用口からそれぞれホームに入ることができるようになっている。当駅は只見線合津川口方へは1番線、2番線で、 合図線合図田島方へは3番線でのみそれぞれ発着可能な構造であり、合図線同士の列車交換は不可能である。1番線は只見線下り列車の発着も可能である。2005年9月18日にできた京上駅舎を持つ。この駅舎のできる前には西口に当たる部分に木造駅舎があった。当時は駅舎に JR の窓口がそこから各ホームに伸びる。 古戦橋の合図鉄道乗り場へ降りる脇に合図鉄道の窓口があったが新駅舎においては両者が一つの窓口を使用しており合図鉄道が JR の出海札業務を自宅しているなお島式ホームの小出方に JR の運転事務室があり運転扱いを行う駅員が終日配置されており案内放送等も行う京上駅舎の建設にあたっては 旧駅舎を取り壊した。その最中この駅には、きちんとした駅舎がなく、島式ホームの合津若松方の端に仮駅舎を設けることで対応をしていた。仮駅舎には合津鉄道の社員のみが配置され、JR 社員は常日の運転事務室に運転扱いの社員のみ配置されていた。窓口は合津鉄道のみで、JR の乗車券はその仮駅舎に設置された。 簡易自動券売機のみでしか購入ができなかった。この工事の最中には、古戦橋も撤去され警報機、遮断機付きの構内踏切を使用していた。東西に自由通路があり、歩行者、二輪車が使用ができる。また、鶴ヶ城もより駅であるため、合図鶴ヶ城駅への解明が、合図若松市長から提案されている。合図若松の市街地の終焉部にあたる、西口に、 乗り場がある、JR 東日本合図鉄道、ありがとうございます。